どうも、ナスビーです。今回も抗菌シリーズの紹介。チャークに比べるとかなり地味ではあるものの、抗菌ガンランスで新装備を組みました。武器は抗菌の重装、爆輪、バゼルベースの新しい拡散ガンランスだよ。ゼノラージで技物を入れ、物理火力にも特化。似た系統の抗菌水ガンスでも全く同じ構成が可能。この辺はお好みでいい。抗菌武器の高い基礎会心のおかげで、回復カスタムでも弱点会心100が可能。緑以上の切れ味が非常に長いので砲撃も長持ちする。基本的な立ち回りとしては、砲撃2連からの有効や殴りコンボがメイン。というわけで早速試し切りに行きます。開始キャンプの移動が面倒でサボった結果がこれだよ。なんでうまくいった回は高確率で不時着するのだろうか。そして今回はバゼル君が遅刻してくるので早送り。やっと来た。暇すぎてツンツンしてたよ。攻撃力はバフ込みで545。バゼル武器最大の個性である爆破が邪魔で無撃が使えない悲しみ。この撃墜コンボはタイミングさえ覚えれば確定で可能。そして向こう側の足に遊撃砲を当ててこちら側に転倒させる。こちら側の足に当てて転ばせると反対側にこけるので、それだと追撃が間に合わない。初回コンボはこれで終了。あとは高台で跳ね跳ね。この一連のコンボも画像さえ間違えなければ確定で可能。有効はタイミングを合わせて当てに行く。都合よくこけた。素火力は何でも高い会心率で物理ダメージは安定する。弱るとすぐに逃げ出すので遊撃砲で足止め。これでしばらくは逃げパターンを阻止できる。フィニッシュ。とまあこんな感じで柔らかいモンスターには有効がかなり効く。猫砲術もつけてるのでかなりの火力になってます。ランス系の大敵である火属性やられもスキルで無効化、ガード強化もあるので大体の敵に対応可能。そしてバゼルを倒しても青ゲージがまだ半分残ってる燃費の良さ。特殊会心は武器相性的に完全におまけではあるものの、拡散ガンスとしては高水準にまとまった新装備に仕上がってます。というわけで今回はこれで終了。ご視聴ありがとうございました。